こんにちは、こんばんは、やつむるです。今回はパズドラクラスコラボの熱き流感師クロス級にとあるあのキャラでいきたいと思います。ではいきましょう。今回は早速作ったので、闇バステとの究極かな、アーマーエースを使っていきたいと思います。あのね、一応無限回路でちょっと試したんですけど、まあ強かった、かなり強かったということで、いきましょう。まだね、スキルレベルが最大じゃない、ビシュヌを入れてたんだけど、ビシュヌがやばい、本当にやばかった。とりあえずいきます。でリーダースキルが回復じゃない、木の3コンボ以上で 1.5 倍で、で8コンボで最大の10倍、8倍か、8倍だったね。でいきましょう。でもね、言うてもね、セーフ。これでも木の2コンボとか入ってなくても全然最低限の火力は出る、だからまあ別に木がね最低9個なくても全然火力は出せるかなっていう感じなんだけど、引っかかるのはやっぱり HP が低いっていうのが少し引っかかるから、まあプラスで補えるとは思うんだけど、よし、だから先生があったからさ、先生じゃないか、先生かな、だから串奈良姫連れていこうかなとも思ったんだけど、まあ敵そんな強くないからそのまま行きましょう。あ、ずれてた。最近またね、ずれちゃう現象があるからね、いいんじゃない。これで一応バステとの倍率と同じかな、8コンボで。待って、危ねえ、ダメージは食らいたくない基本このパーティー。はい、5、6、7、いいんじゃないですか。これで3コンボしてないから 1.5 倍っていうのかからなかったとは思う。多分ね、多分かかってないと思う。まあ後で確認しましょう。本当ね、最初確認しなきゃいけないんだけど、一応このメロディーもかっこいいんだよ。ドゥン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 、いきます。使用可能、ここで回復とか消すとか、5コンボ吸収ね、了解。いいんじゃない、6コンボ。危ない、今エラーが起きちゃったけど、390万、劉備が560万かな。落ち込まれなかったよね、今のマジ倍率だね。まあ、画面がね固まったからちょっと焦った。あざっす、これね、意外とこのメロディ嫌いじゃないんだよね、この平和な感じね。平和っていいじゃない、やっぱりね、平和っていいよ。でね、次なんかダメージきてるような気がするんだよな、なんか15000とか、ちょっと使っとこう、分割できないけど、これ上は列でいいね、上は列でいいや。それかもういっそ、あっ、ちょ待って待って待って、繋がっちゃったよ、落ちてくる。ありがとうありがとうありがとう、アルテミス。ちょっと火力を確認してなかったよ。多分ね、先生が来るんだよ。大丈夫かな ?1 万5000ぐらい来るんだよね。待って。耐えて。わかった。耐えて。やぶねえ。危ねえ。これ、奇跡。メイメイしますか。ちょっとメイメイ使うのも少し久しぶりなんですけど、メイメイやるか。これ劉備、いや劉備でもありだな、劉備の方が安全かもしれない。劉備にしよう。劉備いきます。劉備天道朝来、いいんじゃないか。一応ワイルドキャッツクロス、 X じゃないね、クロスだね。これでやっつけてやりましょう。
相手火属性だからね。でも神なんで神キラーが乗ります。パスだけミスらないように3-4-4で組めるかな。よし、この平和なメロディーとともに、俺は頑張るのだ。結果いいパズルだ。よし、これ多分倒せたでしょう。結果いいパズルになったけど、よし、倒せないかも、倒せなかったわ。うん、何してくんの。おお、あせー、キドロップあるね、あるね、あるよ。ちょっと待ってねちょっと待ってね。なるほどね。どうしようかな。指がね、2つずつあるんで、一応2秒、6秒パズルではあるんですけど、まあ、頑張りましょう。相手がもう光属性になったからね、単純に神キラーが乗るということで頑張りましょう。あ、横にすればよかった。いいよ、バステト頑張れ、バステト。おい、負けちゃったね負けちゃったよ。これあれ、こんなやついたっけ。ランダムランダムか。ワイルドキャッツクロス、ほっ、いいんじゃないかな。ちょっと静かになっちゃったけど、おお、センキュー、これはいいんじゃないか。49倍で、75% カットか。なるほど。でも相手が貴族性であれだったんで、もっと暴れられるよね。暴れます。ルナーティックストーン、暴れすぎだよこれアルテミスすごいな。君は有能だ。本当はもう1個も救いたかったけど、これで十分。 75% カットでもOK だね。強いね。ボスバトル、普通になんかね、見た目かっこいい少年ですよね。まあ倒しちゃうんだけどね。もう上はもう列でめんどくさいんで、まあ行きましょう。ぶつけしなしでいいや。ちょっと待ってよ。オッケー、ありがとう。オッケー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 。で、回復落ちてきたことはサンキュー。ちょっと忘れてた。よし、800万、見ました、800万ですよ。で、ちなみに溜まってるんだよね、あのフレンドの。あれ、誰やったかな。天使の子ではなかったと思うんだけど、まあ行きましょう。ミスドロップを、ヒドロップを回復。これ誰だ。ミスドロップ木でしょ。ちょっと待ってよ。まあ使おう、使って回復が増えるから、よしよしよし。ミカエルとかそこら辺かなと思ったけど、あそこら辺って光も変えるよね。3コンボ入れたいね。コンボ入れたい。3コンボ入れたいな。でもあそこに入れちゃうと横にしなきゃいけないんだな。まあ行きます。こんな感じで回復1コンボ損してるけど、しか結構損してる。お、いい最大倍率でございます。どうでしょうか。700万、
よし、オッケー。ありがとう、落ち込んありがとう。今よちこんじゃなくて、よつけしがそんなに入ってなかったけど、444とかで行くと普通に1000万いっちゃうから、結構夢のある子だね。だから、まあ、覚醒バスだと思ってて、闇の方がまあ言っちゃえば倉庫版してるかなっていう方はすごくいいと思う。指が2つあるからね。はい、よし。ということで今回はバステとアーマー、なんていうの、なんていうんだろう。まあでもこの子がバステに変身した子を今回は使ってみました。火力が本当に信じられないし、あとバステド自体ね、面白いからね、パズルしてね、すごく面白いので、うん、今後もちょこちょこと使っていくんじゃないのかなと思っております。まあでもパズドラクロスコラボはそんなに難しくない、根性とかあるわけじゃないしね、そんなに難しくないので、まあ、バステドを持っている方は、まあ、究極あの子にねさしてもいいんじゃないのかなと思います。本当に火力がね、もう気持ち悪い感じなんですけど、まあ、ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。